こんばんゾンビ、ザッスです。ノイズです。アンズです。あ、アンズ、まだ誘導開花のままなのか。うん、レイさんの冗談だと思ったけど、本当に元に戻らないわ。シクシク。アンズは前回の釣り組企画で、チャレンジに失敗し、レイさんの呪いで、誘導カジカの姿にされてしまったんだ。詳しくは、前回の動画を見てね。さて、話を戻そう。今回の企画はこちら。見た目超映える、カラフルな外国のお菓子、ロリポップゼリーを食べてみよう。今回入手したロリポップゼリー、種類は、カサグルマ、イチゴ、スイカ、アイス、アヒルの5個。弾力のある、もっちり食感なゼリーだそうだ。なにこれ、めっちゃうまそうやん。ねえ、すごいよね。インスタ女子が好きそうだな。全部で5種類あるから、食べる人は、ルーレットで決めようぜ。まず1個目、カサグルマ。俺、チャッスだ。ちゃんとプルプル回転するよ。面白い。味は、それぞれ色によって違い、オレンジ、レモン、アップル、ストロベリー、グレープ。いただきます。甘、いかにも、さ、外国、って感じの、かなり甘い味だ。激甘だから正直、どれも同じ味に思えてくる。続いてこちら。イチゴを食べるのは、やったー。あ、そ、魚の手じゃ開けられないよ。誰か開けてー。しょうがないな、俺が開けてあげるよ。ほら、ノイズ、ありがとう。あとで、手順を、ん？教えてあげるね。いや、別にない、慣れとくよ、その情報。葉っぱと種は、カラフルなシュガーで書かれているね。かわいい見た目のイチゴさん、いただきます。うん、かき氷シロップとかお菓子になりそうなイチゴの味ね。次はこのスイカさん、ルーレット回すよ。お、また俺か。このスイカ最初見たとき、これも種と緑もあるから、イチゴだと思ってたぜ。よく見れば、確かにスイカだな。いただきます。スイカバーみたいな味だね。スイカバーめっちゃ好き。これ夏に食べたい。次も、夏に食べたくなりそうなやつ。アイスだ。ルーレットスタート。また俺だ。そ、さっきからラッシュ出すぎやない？さては、ゼリー食べたくて、イカサマしてんだのう。いや、してない。このアプリに、イカサマ機能はないはずだ。おそらく。さあ、アイス食べてみます。このオレンジの部分、子供用の身薬の、オレンジ味って感じだな。薬のオレンジ味って、ちょっと苦手だった。ほら、言わんこっちゃない。欲張って連続で食べるから、苦手な味が当たったんだ。ノイズ、まだ一個も食べてないから、やけになってるだろう。わかった、これでよければ、ノイズ食べる？食べる。いただきー。あ、本当にオレンジ味の薬が。で、この下の白い部分は、ソーダのような、なんか甘いけど、よくわからない味だな。ラストはアヒル、俺ルーレット回すぜ。な、俺、マジで一回も当たってないんだけど。あいやー、引きが悪いね、ノイズ。引きが悪いついでに、またお願い。普通に開けてほしいな。はいはい、開けますよ。チクチク。
ありがとう。元気出してよいす。今度、カブトムシの焼肉、おごってあげるかな。いや、俺一応虫だから、同じ属性も食べるのは、遠慮しとく。そうなの？美味しいのに。話を戻して、アヒルちゃん、食べてみます。この黄色やバナナ味なら、昔、こんな味のアイス食べたなぁ。懐かしい。というわけで、ここ完食しました。なぜか今回、ノイズ全然当たらなかったね。本当だよ、食べたかったのに。あれ、ここにもう一つ、なんかピンクのやつ残ってるやん。ラッキー。え、ノイズが変になっちゃった。私はヘビーじゃないわよ。こら、話しなさい。あら、元に戻った。やったー、呪いが解けた。アンス、やったね、ノイズ。このままじゃかわいそうだから、次回の動画は、ノイズがメインで企画やっていいぞ。本当か？よーし、次回こそ、美味しいもの食うぞ。ということで、今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。バンバンゾンビ。